メリクリ、ヤッホー、メリークリスマス、メリクリ、くるくる、寝てるさん、ありがとう、メリクリ、ヤッホー、ヤッホー、リーツさん、ありがとう、ヤッホー、メリクリです。これをもうちょっと、ヤッホー、お目目がキラキラしてる、めっちゃ自然光に照らされてる。びっくりマークさん、ありがとう、ギフト。バンジャラモンスターさんもありがとう。そう、昨日貼るの忘れてたんですよ、このサンタさんたちを。ママが貼ってくれました。ウケる。これはフリー素材の画像です。フリー素材のサンタさんたちです。そう、こんにちは、ヤッホー、やっほー。髪型後ろ一緒三つ編みです。ハーフアップしてます。ハーフアップの巻いたんだけども、ちょっと巻きがあまり見えないですけど。そう、こんにちは、やっほー、やっほ、やっほ、こんにちは。今日まだ前髪固めてないからあれだけど、大地さん、ありがとう。ほほ、やっほー、こんにちは、大地さん、ありがとう。ね、クリスマス仕様の背景、あれだね、毎日アイドルの背景がさ、ずっとあったから、これ知らなかったけど、こんな背景があるんですね、クリスマスのなんか、あの画面自体がすごいですね。大地さん、ありがとう。ゲリラ配信じゃないはずだけど、予約入れたよね。どうですか、学校休みだからこの時間でも見れる、めちゃくちゃ嬉しい。お、嬉しい、それを言ってくれるのが嬉しい、ありがとう。入ってた、よかった、焦った。なんか前もなんか予約入れたつもりが入れてなくてみたいなことあったからさ、怖い怖い、トラウマが蘇った。こんにちは、ヤッホー、いらっしゃい、みんな、こんにちは、ヤッホー。リップついてないか。そう、クリスマス用のフレームが入っておる。ぴょんぴょん、巻き髪感を出すために髪を広げますね。巻き髪感が出ない。ああ、ああ、巻き髪感をプラス。洋服も可愛い、ありがとう。これ久々に着た、この洋服で。本当はここにリボンがあるんだけど、この洋服リボンがね、行方不明行方不明だから、ちょっとこの襟だけで行くけど。矢島さん、ありがとう。そう、ちょっと彼女感ある服にしてみました。どうかな、どうかな、どうかな。サンタさん、こんかったけど、ミホリ見えたから、によ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 、イエイ。雰囲気負けてるから大丈夫、よし。雰囲気だけでも巻くの、やっぱね、ずっとね、何回やっても巻くの苦手だからね。そうだけんね、難しい。ふんふんふん、何ヶ月か前が久々なんだよ、久々に来たんです、これ。なんかさ、ツイッターの動画かな、なんか自己紹介動画みたいなやつでこれ来てたと思います。覚えてますか、みなしゃん、覚えてますか、自己紹介動画みたいなやつで来てたんですよ、これ。そうだから、そうリボンつけてたんだけど、その時はなんだけれども、そう、これを着てみました、久々に。こんにちは、ヤッホー。そう、めっちゃ前に来たよね、そうそう、うっすら覚えてる、よかった。めっちゃ前に来たやつを久々に来ました。超絶久しぶり、みほり、いらっしゃい。なんか毎回超絶久しぶりって言ってる気がする。
やっほーやっほーほー、ちょっと前髪が降りてきちゃう。前髪巻こう。ここにアイロンがあるっていう、アイロンもコテもあるっていう。田中家サンタさん来ないです。サンタさん来ない。自分で買った洋服が多分届くけど、うん、そう、やっほやっほ。そう、配信会でどれだけ、昨日配信でシュトーレン2個食べたじゃん。配信会でシュトーレンまたもう1個食べて、もう一切れか、一切れ食べて、あとアイスも食べて、チキンも食べて、チョコレートも3個ぐらい食べて面白いって感じでした。こんな感じで、めっちゃ食べたから。でも明日が本番なので、フェス、放課後フェスなので、今日は食べません。今日は砂糖とか塩とかあんま取らないようにしてます。そう、シュトーレ、シュトーレンです。シュトーレンっていうクリスマスのケーキみたいなのが、そう、特別な日だからよしだよ。そう、いいでしょ、クリスマスぐらい。だってみんながいいって言ったもんやけん食べたし、今日は何も食べん今日は飲み物だけ感じで明日を迎えようと思います。まあ1日ぐらい食べ過ぎてもね、そんな体型が変わることはないからね、大丈夫だと信じてしっかりオンオフできるので。でもあのチョコ美味しすぎてね、マジずっと食べちゃわない。昨日ずっとパク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 食べてて、そうそう、私も朝からチョコタルト食べちゃった。いいよ、今日と昨日はいいんだよ。まあ、今日は、私は明日が本番があるからあれだけど、ファンの方はいいんだよ。今日はクリスマスだからね。クリスマスが今年もやってくる、やってきたねそう、確かに食べな食べなってコメントしたでしょ。そう、だから食べたんだから、みんなのせいだから。で、前髪を巻くからピョンピョン、上げて上げて、パツにして、よし、そうだよ。クリスマスの朝から前髪を巻いてしまっている配信になっているが、ちょっとお待ちくださいちょっとお待ちください。ほほほほほ、よしよしよし、 OK OK、よしここがなんか、よし、固めるやつはここにないので、あとで。てか今日はね、もうね、この配信でしか可愛くできないんですよ。もうこの後はね、もうもうね、せっかくのクリスマスだけどね、ちょっとレッスンがあるのでレッスンがあるので、レッスン楽しんでこようと思います。またクリスマスの音楽なんかしながらね、先生がストレッチしてくれるはずなので、アイドルの前髪はこうして作られる、だね。そう、ワンカールで決まるの。そう、私の前髪はなんかねコツをつかんだらやりやすい前髪です。でも櫛の先っちょでこうやってやりますこうやってやって形を作ります。よし、 OK。 じゃ、後ろめっちゃ騒がしくない？大丈夫これあ、お話し会もね、今日の1時まで1時申し込みあるので、ぜひおすすめ日書いてます。洋服気になる方は言ってください。他のページに洋服書いてありますので、ぜひぜひ言ってね。ピヨコちゃんマンさんピヨコちゃんマンさん、雪の結晶ありがとうございます。やっほー、あ、申し込んだ、ありがとうございます。そう、ツイートをね、前フィフスのお話し会の時に、洋服なかなか決めんかったし、なかなかおすすめ日を決めんかったけん、やけん、もう今回は
いち早く決めるぞって思ってて、みんなに情報が出る前になんか日付だけは送られてきたんですよ、日程みたいなのだけは。だからもう何時間目に会ってももう洋服は決めようと思って、めっちゃ恋ラジ始まる前までずっとめっちゃ洋服何しよう、この日はこの日だからとか考えたりして、そうちょっとスタッフさんにもこの日迷うんですけど何がいいと思いますかみたいな聞いたりして、そう洋服めっちゃ考えて画像も作って昨日ツイートして、今日もツイートしたんですけど、昨日は2枚組の画像でツイートして、今日は1枚でドロロロロンって長い画像をツイートしたんで、ぜひ参考にしてみてください。お話し会迷っている方、お話し会の洋服決めてるので、ぜひ。今美穂ちゃんの画像作った、今日中に流しますありがとう、嬉しい、ありがとうね、本当にありがとう。そうやった、ありがとう。いやありがとう。なんか私自分のファン、自分がみほりんのファンかなみたいな感じの画像を作ってましたよねそうなんですけど、見てみてください。今日もツイートしたんで、なんか1枚の画像でピッて見たい方は今日の画像がおすすめで、なんか詳しく時間とかまで見たい方は昨日の画像が おすすめです。はい、目指せ感謝枠。そう感謝枠出ると嬉しいですね。そう私画像作り得意っぽいです。なんかパソコンとかで結構そういうの作るのとか好きなので、そう昨日恋ラジ始まる前に洋服は決めといて、で恋ラジ終わった瞬間に画像をおりゃーって作ってツイートしましたそうでも簡潔的な情報しか書いてないんであれかもしれないんですけど、ぜひ。そう、あーおはよう、田中優ちゃんが世界一かわいい、ありがとうございます、かわいい。じゃあぜひ お話し会も待ってますじゃあメガネでこの棒を立ててるんだけど、このページともう2個あるんですけど、ちゃんと洋服まで描いたのはこっち1 スクショもできます。1枚目2枚目これ広げるとあのね一番下の行がねつながるの見えんな、見えるかな、見えるわ、私この穴から見えてる真ん中のこんな感じ、これをスクショするもよしなんですけど、こんな感じです。そう画像、私なんか中学校の時何だっけな、なんか生徒会でなんか画像を作ることとか結構あったんで、だから画像を作ったりするのちょっと好きで、昨日はちょっとそれがまた開花してきてめっちゃ画像を作りたくなって、そうハート、そうハートマークがおすすめの部です。なんか前回はおすすめの日しか言ってなかったから、おすすめの部まで入れときました。もうとりあえずこの日の1個目の部ってことですね。ぜひぜひぜひそうそれで慣れてる、そう画像作るのそれで慣れてるんですよ。だからクリスマスのスペル間違ってる、本当にあれキリストマスみたいな、あれ間違ってた、あれ恥ずかしいね、無視してください、間違えてるの、キュリストマスみたいなじゃないっけ職人みほりん、いやねちょっと今回は頑張ろうと思って、はい、あれ私間違えてた、初追記ししたいやんあれなんて書いてたかな、最悪、あれっても脳内ではそうやって書いてたのに悲しい、まあいいや、とりあえずお話し会の画像だけ見てください皆さん、メリーチリスマスみたいな感じになってたみたいだけど、ここだけの秘密ってことで
ここだけの秘密です皆さん。気づかんかったよな。よし、じゃあしっていうことで、もう画像いっぱい作ってたらパンクしてたのかも。さあの最初ツイートしようとしてた画像も一個ね、曜日間違えてるのあって危なかったんですよ。あのツイートって絶対あのマネージャーさんに見せてからツイートしたんですけど、それでマネージャーさんに見せる工程がなかったら私はに曜日を間違えて出してたから危なかったんですよ。からよかった、マネージャーさんに見せる形式でよかったと思って。全日程買いたい、ぜひぜひおすすめね、全部おすすめだけど特にだけを書いてるので全部おすすめです、ぜひぜひ。そう曜日、そうそうそう曜日おすすめやん。そう日曜日なのを土曜日って書いてるとこがあって一個やばいと思って。あ、そうショールームのプロフランの曜日多分それのまんまでやってるから変えないといけない、ごめんね。ちょっとみんな画像を見てやってください。ショールームのプロフランはちょっと危ない。そうそう、いやでもマネージャーさんもすごいなって思う。なんかさ、なんか画像来てもさプラプラプラってしか見らんくない、なんかこの画像確認してくださいみたいな来ても、いやすごいなって思う。めっちゃ返事早かったんだよ、しかもここ何曜日だよみたいな、すごいと思って、さすがマネージャーさん思って感謝でしたね。でもクリスマスがちょっとクリスマスやらかしちゃったけど、あれは気づかんくない、もう気づかん、あれが正解ってことにしとこもうあれかっこつけずにもうあの X の方のクリスマスで書けばよかったのにね、田中さんかっこつけて書けるけんとか思ってから書けてないし書けてなかっただがツイートの文章をマネージャーさんがチェックします。なんか誤字脱字とかもあったら言ってくれるし、そうありがたい。おすすめの部、おすすめの部こちらですでもこっちのページの方が見えやすいかな、こっちのページの方が見やすいかな、見えますか、こんな感じ見えるかな、見て下の水色の文字つながってるの、 STU48 2期研究生みほりんこと田中美穂、ありがとうございます。キャラに行ってきます、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、ぜひ、あ、前回の話から出てきた、ぜひちょっと前回は今回は頑張ろうと思います。もう違う、頑張るって何よって感じだけど、クリスマス間違いだけど、まあまあまあ、トトトトミオリンのツイートを事前にチェックするお仕事したい、ありがとう、クリスマスちゃんと見つけないとだよ、間違えてるの拡大したらなんとか、お、でもこれじゃなくてもね、ちゃんと画像作ってるのツイートしてるので、ぜひツイートの画像だったらね好きに保存して使ってもいいと思うんで、ぜひ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 、うん、トゥトゥ本当ミホリーは何でもできちゃうイメージあるから、ちょっと抜けてるところあった方が好感度アップ、いやいやいや、ありがとう、めっちゃ全部褒めてくれるじゃん、あー嬉しい、ありがとうニヤニヤニヤ、そうだね、人間だもの、なんか聞いたことがありますねこのセリフはだね、いやいや、そう手書きと画像と配信でも見せたいじゃないですか、でも配信で画像を、あれを印刷すればいいんだわ、今日作った画像を印刷して貼るっていうのもありですね、でも見にくいかもしれないからね、ちょっとなんか手書きっていうの温かみがあるじゃないですか、だから手書きも作ってみましたそう、あら今年も一人のクリスマス、でも私も昨日は一人で過ごしましたよ、みんなと過ごしたけどね、まあみんなと過ごしたからいいけどね、今日は私と二人のクリスマスだよみんな今日はほらレッスンに行くのにこんなちゃんとおしゃれしたんだよ、君のためだよそう派手な服、なんか派手な服の日は唐辛子
七味唐辛子の日らしくて、7月3日だったかな、七味っていう感じでだからなんか派手で刺激的な服みたいな書きたかったんだけど、まあ簡潔的に派手な服って書いたんだけど、そうだけどまだ決めてないです、どんな服かは。また買うかもしれないし、新しい服多分買うので、はい、ぜひ待っててください。田中さんかわいい、ありがとう。無音の方、あ、どこやったっけ、どこやったったっけって何どこやったんだっけ、あった、ちゃっちゃっちゃん、ちゃ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 ん、無音の方もありがとう。見てるかな、ありがとうみんなピリッと辛めの服、そうね、なんかそうですね、なんか赤系かな、やっぱり。でもピンク系の服っていう日もあるから、ここに赤系の服ってやったらなんか若干被るかなと思って、一応派手な服っていう大まかな感じに書いたんですけど、そう、まだね、服はねまだまだ決めてないので、まだねフィフスのお話し会も残ってるから、そうだから洋服はまだね、その明確に決めてないんですけど、雰囲気だけ決めたんでね、そう、まあまあお楽しみにお楽しみにという感じで、そう、画像できた、おお、13時に間に合ったから流してくる、ありがとう、楽しみに後で見ますね、ありがとう。一着一着新しく買ってる、いやでもそんなこともないけど、でも結構買っちゃった私洋服、だからもうね、私の全財産は全て洋服につぎ込まれていっているんですが、まあ、他に使うことないからいいんだけど、そうだけど、あー、レザーとかでかっこよさ重視、それピリっていいね、スクショしとこう、私の脳内になかった発想だった、ピリッといいね、レザーのものをあんまり持ってなくて、てか持ってないかな、この間の革ジャンぐらいなんですよ、だからいいですね、そうしよう、よし、そうテーマだけ決めて、詳しく決めるのはそのお話し会の1週間前とかに決めてます。狼さんありがとう、だるま本革にしましょう、多分この間の本革だと思う、ママのちょっといいやつをお下がりでもらったので、そう、愛を買ってきました、ありがとう、よぼうね、ここに指輪しとるけんねお、やっほー、みほー間に合った、いらっしゃい、やっほー、キスケさんかわいい、ありがとう、イエイ、ありがとう。後ろのサンタさんたち地割らん、これなんかさ、なんかおいおいツンツンみたいな、おいおいツン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 ウェイみたいな感じじゃない、この人たちツン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 が伝染していってウェイって帰ってきてる、でまたツン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 ウェイツン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 ウェイみたいな。これはねフリー素材なんで、どこかで見たことあると思いますよ。サトシンでクリスマスさん、雪の結晶ありがとう、イエーイ。そう、左手の薬指はそうですね、トナカイの疾走感が一番リアル、ね、これも面白いね、なんかこのフリー素材の方、気づいてるかな、ハロウィンの時も後ろにいろいろ貼ってたんですけど、その時のフリー素材の方と一緒で、なんかじわる系のやつなんですよ、なんか可愛いでしょ、やからね、ちょっとママが好きで印刷してくれるんですそれを貼ってますって感じ。そう、あ、バイト行ってくる、バイバイ、行ってらっしゃい、頑張ってそう、雪だるまが寒がり、うん、確かに、じゃあなんか帽子もかぶってマフラーもして手袋までしてる、やばめ、雪だるまなのにかわいいあ、昨日話し会ありがとう、楽しかった、こちらこそ楽しかった、メール返信もいっぱいくれてありがとう、あ、好きです、あ、私も好きです、ありがとうニヤニヤ、3段じゃなくて2段の雪だるま、そうだね、でかいのちっちゃいの、でかいのちっちゃいの、ちょごめん雪だるまくん、感じで雪だるま作れるような雪が降ってくれたらちょっと嬉しいのにな、雪好きだから降ってほしいな、うんうん、てか今日なんかあったか、暑、
冷房じゃない、暖房ついてないのに暑い。今日顔がちょっと赤い。あ、そういえばさっきメール返信といえばメールがなんかね、悲しいことがあって、なんかメールがなんか、なんだろう、メールアドレスで受信してる人は大丈夫なんですけど、アプリの方がね全然メールが届いてないんですよ。なんか昨日も合計で多分6通ぐらいメール送ったのに、アプリの方はね2通ぐらいしか届いてない方もいるんですよ。そう、めっちゃ不具合が起きてて、でも今調整中らしいのでまだ何とも私はできないんですけど、すごいね、なんか全身写真とか送っとるのにね、それもアプリの方は届いてないとかがねいっぱいあるらしくてね、ちょっとピエン、なんかこの日に見てほしいメールなのにさ届いてないのがすごいピエンなんですが、少々お待ちください皆さん少々お待ちください。メールで受信してる方は大丈夫なんですけど、そう、私もね自分でメールで撮ってるんですけど、ちょっとみんなお待ちください。やけんどっちも撮ることにした。あ、ありがとうありがとうありがとう。アプリメリットあれじゃない、他のメールとあんま混ざらないって感じじゃないかな。でもメールはメール感があっていいっていうのもあるけど、どっちもいい点があるんですけどね。そう、チキンのメールよかった？ちょっとあれ恥ずかしかったけど、まあ、舞台を経験した田中さんは頑張りましたここに生かすんかって感じだけど、昨日はちょっとお家でチキン食べてるお家デート風メールも送ったんですけど、アプリ届いてたかな、どうだったかな、なんですけど、メールの方は絶対届いてるんで、はいそう、ともちんさんありがとう、雪の結晶、そう、全部来てる、よかった。メールで撮ってる方は多分昨日6通ぐらい届いたかなって思うんですけどサンタの絵自分で描いてない、これフリー素材のやつを印刷してますすいませんね、そう、絵はちょっとね苦手なもんで、私はちょっとフリー素材を活用させてもろてって感じでやっております。格安スマホだとアプリ版しか受信できん、あ、そうなんだね、なるほど、まあ、アプリの方ねちょっと治るまでね今ね調整中らしいので、ちょっと耐えてください、待っててください。そう、冬休みの認識、そう、あと今日からは冬休み期間になったということで、メールもショールームももう朝5時から夜10時までの間どんな時間でもできますので、ぜひお待ちください。まあ、メールは朝9時以降ぐらいしか届かんけど、ぜひぜひぜひ、お、6スお話し会応募したい日あるので応募しようと思う、待ってます、本当に待ってます。おすすめ日はこんな感じです。ぜひ画像もツイートしてるのでそちらも見ていただけると分かりやすいかもしれないです。ぜひぜひ、いや、お話し会ね、今日の13時までお話し会の A 日程の第1次受付、1回目の1個目の受付があってるので、ぜひぜひ皆さんお待ちください、お待ちくださいじゃない、待ってます逆でした待ってます、ぜひ、そう、6スセブンスエイス9ス9ス9スでお茶を入れる、そう、メールが増えるのは楽しみ、そうでしょ、しかも年越しとかはあれなんですよね、年越しだけ31日から1月1日の間だけ特別に明けおめメールも送れるし、すごい楽しみなことがいっぱいあるんですが、お待ちください。いや、メール用にいっぱい写真撮っとこうって思うわ、いっぱいメール送りたいから、今日もいっぱい写真撮っときます、自撮りとかで、レッスン行くときは多分ハーフアップじゃなくてなんか髪型変えるし、よっしゃ、その髪型でも撮っとこう。 ありがとう、ロクス申し込んでくれたのありがとう、みんなこんにちは、ルームフォローしました、ありがとう。ぜひぜひショールームだけじゃなくメールとかお話し会も待ってます、ぜひぜひ。今年は結局実家帰れる、多分帰れる、多分大丈夫、ひひひひひ
そうだからみんなで、いやワンちゃんと共に戯れた後、美味しくおせちを食べようと思うよ。楽しみ。お話か、後ろの紙しが抜けてる。もうね、抜かしちゃったんですよ。もういいやと思って、これでもお話って読むからもういいやと思って全部これにしました。ちょっと幅を狭めたくて、なんかやっぱり文字が多いと読むのも失せるじゃないですか、読む気が失せるじゃないですか。なので短めにしてます。全部簡潔的な感じでやっておりますやっております。ワンちゃんの名前教えて。さあ何でしょう。2匹います。何でしょう。覚えてる、覚えてる方はいるかもしれない。どうですか皆さん、ワンちゃんの名前覚えてる？もしかしてワンちゃん、ワンちゃん見れる？違う、ワンちゃん、ワンちゃん見れるかもしんないね。ぜひ待っててください。え、すごい、もう一発じゃん。モカとモモ正解さすが、覚えてくれてる、素晴らしい。さすが。ポチとタマ、タロウとジロウ、やばいみんななんかまあそれっぽい名前だけど、モカちゃん、違う、モモちゃんとモカくんです。男の子と女の子のダックスフンドを2匹飼ってます。イエーイ。最近全然本当に会えてないからマジで悲しすぎるんですけど、なんか一回ね、私パスポートの更新で一回福岡日帰りで行ったことあるんですけど、その時にもねチラッとしか会えんかったけんね、ワンちゃんたちに。だけんね、本当に恋しいんだが、モカが年上、モカくんとモモちゃん、モモちゃん、スモモモモモモモそう、ももちゃん、もかくん、ももちゃん、かわいいね。名前だけでも、はぁ、会いたい、はぁ、会いたい。あと何日後に会えるのかな、楽しみなんだけど、そう、ぜひメールで可愛いもかくんとももちゃんの写真も来るかもしれない、待ってて。うんうんうん。ああそうなんだ、大人だとパスポート10年も選べるけど高校生は5年しか。なんかあれですよね、なんだっけ、え、18歳未満か20歳未満かはパスポートは結構短いスパンで取らないとなんですよね。今の私のパスポートの画像は前の自分よりはいい感じに撮れましためっちゃピシッてメイクしてピシッて写ってるからそう、戯れてる写真待ってます、ぜひ送ります、待っててください。たむれてるな、パパとかママとかお姉ちゃんとかに撮ってもらおう。いやー本当に、あー、やっとこの季節が来た、楽しみ。ワンちゃんたちに会えるのが本当に一番、本当にワンちゃんたちがいたらもう嫌なこととか何かあってももうね何もかも忘れられるけんね、本当にこっちの家で飼えたらいいなって思うのにちょっと飼えないんですけど、そう、めっちゃマジでワンちゃん癒し。この間ユミリンさんのワンちゃんのあんこさんがお誕生日で、その時にお誕生日おめでとうございますって LINE して一緒に犬の良さについて語り合ったんですけどユミリンさんと、そう、いやけどやっぱ本当にワンちゃんの癒しって他にない癒しなんですよ。だから食べることだけでも満たされないから、そう、ワンちゃんの癒しとは本当に他の何にも変えられないのでね。あ、にゃんこちゃんもそうだね、私猫アレルギーなんで飼えないからあれなんですけど、そう、しかもうちの犬はね吠えたりしないんです吠えたり噛んだりしないんですよ、ちゃんとしつけのとこに一時期出たりしてたので、そう、もうね本当に優しいね、可愛いワンちゃんたちでね、早く会いたいです早く会いたいですね。そう、動物は正直でいい、そうだね、いつも癒してくる。あ、すごい降ってきたくまねパパさんありがとう、雪の結晶いっぱい来た、ありがとう。雪の結晶生で見たことないんだよね、すごいちっちゃいんだよね、見てみたいな。くるくる配信、そう、くる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 、そしてハーフアップしてます、イエイお手とかお座りも余裕でいけます。あといける、どもかかももかどっちかはできないかもだけど、バーンってやったらバーンってなるのもできる。
ワンちゃんたち。今日はね、ドラガンさん雪の結晶ありがとう。ミッチーさんも雪の結晶ありがとう。雪降ってほしいな、楽しみだな。遊びに来たよ、いらっしゃい。こんにちは、やっほー、いらっしゃい。そう、くるくるって巻き髪のことでした。メリクリのメリクリ、なんかメリクリくるくるってめっちゃなんかいい感じでメリクリくるくるみたいな感じでいけるなと思ってちょっと書いたんだけど、ちょっと伝わってなかった。メリクリくるくる、あー、雪の結晶、あー、みつさんありがとうやった。なんかさ、スノーっていうあの自撮りアプリがあるんですけど、それでもなんか雪が降ってきてるみたいなフィルターがあって、それで自撮りしてるのがあるんですけど、それちょっと送るわ。すごいの、めっちゃリアルなの、なんか送るわ。なんか私こういうの好きなんですよね、なんか疑似体験じゃないけど、なんか雪降ってくる、雨降ってくるみたいな画像とかでそうなってるやつ好きなんだよねだからそう、いつもはソーダで撮ってるんだけど自撮り、そういう時はスノーを使いますしかも名前もスノーだし、めっちゃ季節感あるじゃんお、昨日サンタの生写真、おお、40セット届いて無事サンタミホリンコンプできました。ありがとうございます。サンタミホリン、サンタミホリン、これだね。イエイ、ありがとう。イエイ、大地さんありがとう。あサンタミホリン吹っ飛ばした私、危ない危ない。イエイ、ここはね、あの自分を吹っ飛ばしたのでね、ちょっと危ない危ない、これめっちゃ怖い、めっちゃ怖い。大地さんありがとう。みんなの手元にもこれとこれとこれとか届いてるかな。ねえ、メリーお餅すごいよね、これめっちゃクリスマス感あるし、しかもなんか白着てるからかめっちゃ美白な感じに映ってるし、イエーイ、ゲットした方おめでとう届きますように、無事に、もう届いてるかね、ありがとうお昼休みにちら、お、お疲れ様です。そう、今日お仕事の方ももちろんいるだろうなと思って、まだでも私は夜はちょっとレッスンでできそうにないので、何時にしようって思って、お昼休みの方が来れるこのちょっと微妙な時間にしてみました。どうですか、お疲れ様です、お仕事。なんなんなん、サンタミホリンが1枚も出なかった人ちょっとそれはしょげちゃうけど、その代わり私が家で昨日白サンタになったので、その自撮りを送りますね。写真メールで待っててください。サトシンでクリスマスさん、雪の結晶ありがとうございます。バンジャラモンスターさんもありがとうございます。いや全然長丁場のレッスンではないけど、そう頑張ってくるので、午前中はこうやってクリスマス感をちょっと出しつつ楽しんでおこうと思います。お、最初から来れなかったけど覗けたので、ありがあり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 っこりありがとう、来てくれて。お仕事の合間に、昨日もお話し会で結構お仕事の合間に来てくれてる方、ちょっとお仕事サボってやってる方はなんかいたけど、やばい後で怒られるとかめっちゃ言ってた方もいたんですけど、ちょっとそれは本当に私知らんけんね、怒られるのは知らんけど、知らんけどありがたいです、ありがとうございました。白サンタさんからクリスマスプレゼントをもらいたい人生、まあまあまあ、白サンタさんがあげるよって言っておりますクリスマスプレゼントはね、私は自分に買った上着が今日届くので、しかもそれも白だわ、多分色が、楽しみに待ちたいと思いますサンタミホリーコンプ、コンプできなかった、サンタパシェがコンプ、お、パシェいいな、パシェ欲しい、いいなiPhone12 ください、それは田中美穂ちゃん間違いない、見てくれたクラコンめっちゃサンタさんに敬う気持ちを表しつつも、自分の欲しいものは的確に伝える田中さんって感じでした
白すごくお似合いですか。本当にありがとうございます。昨日もね、なんか赤のサンタじゃちょっとなんか面白くないかなと思って白を着てみたんです。赤のサンタも持ってないんですけどなんだけど、そう、白美白効果あるしね、なんか反射して OK 着てみました、昨日はそう、 iPhone とは言ってない、そうテレビだからなんか言えんかなと思って、12個目のスマートフォンを待っていますってまあいつか13個目が出たら13個目も欲しいな。レッスンって明日の準備、そういろいろとね、ちょっとね、ピンマイカはねちょっと欠員が出るのでね、ピエンなのでその子の分まで頑張らないとって感じで頑張っています、みんなで。なのでお楽しみに。熊根パパさん、雪の結晶ありがとうございます。イエイイエイ、ありがとうテレビ考えてるよね、偉い。なんかあの昨日出演した小いらじさんとか NHK さんとかだし、テレビとかもなんかそういうなんか特定の商品名出したらあれなんかなと思って、なんかスポンサーさんとかなんかいろいろあるかなと思って、12個目12個目出たのが12個目なんだけど、そう、いや、そうそう、ゆなゆなのあのパワーのあるダンスが見られないのが悲しいですが、私たちがその分ね出していこうと思うので、みんな明日来る方楽しみにしててください。四国もあるしね、私はぜひどっちもぜひぜひお楽しみに、お楽しみに。そう、トラガンさん、雪の結晶ありがとう。イデシさん、プレゼントありがとう。そうなんですよ。お、こんにちは、みおり、昼休みいらっしゃい。無音、でももう無音じゃないか。イエーイ、ありがとう。お顔見に来て、ヤッホー、いらっしゃい。ヤッホーヤッホー、こんにちは、メリクリ、みんないらっしゃい。お、四国で参加、お、明日来る方なんかね、すごいね、僕は四国です、こっちはピンマイカーです、四国ですみたいな感じで、なんかちょうどいい感じで皆さん来てくださるんですよね。すごい、どっちも同じぐらいの方が来てくれるんですよ、平等な数ぐらいからね、すごい楽しみです。どんぐらいミホリンうちわとかサイリウムを見つけられるかが楽しみです。初見です、嘘ですね、あの定型文やめて。でも本当に定型文さ、星投げしてたら定型文押しちゃうんだけど、なんかチャ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 ンって星投げの音があるじゃん、そしたら違う音がポヨってなって、えって思ったら定型文押しちゃってる。他の子の配信見てるときにコメントしたくないのにさ、ちょっとしちゃう、もうもう。エリちゃんありがとう。チョコミントリスさんありがとう。イエイイエイ。そう、バレちゃうんだよ、もうね3回ぐらいやらかしちゃってる私、マジやばい、本当にやばい、本当にやばい系。定型文気をつけたい今頑張ってることなんですが、これも定型文じゃんそう、星投げしてたら間違って押しちゃうの。そう、お、昼休みで今来ました、いらっしゃい。絶対ヤッホーとか頑張ってくださいとか定型文じゃない、もしかして。そう、定型文に初見ですもさ、そう、初コメですみたいなとかもあるよね、あとチラみたいなやつもあるけさ、ちょっとオフにしたいネタで押した、そう、全く初見ですってやつね、初コメです、こんにちは、ヤッホーみんな初見です。ほら、もう定型文がいっぱい来てる。ああチラッチラッチラッ定型文はね、もうねトラウマすぎた、いっぱい覚えてる、どれが定型文か。結構まあ覚えてないのもあるけどやめてもろてやめてもろ、今頑張ってることは何ですか明日のために頑張ることです。明日いろいろダンスも、あと今日パックしようかなと思ってる、寝る前にパックして寝ようかなって思ってるって感じだよ。えみちゃん、雪の結晶ありがとう遊びに来たよー、もうじゃない、ちらさって、それは違うじゃん帰るな、ちょっと
ちょっとリトッチャーにもリンコのとこにもいる方がちょっと iPhone12 個目自分もパックしますか。おお揃いじゃん。イエイイエイ。やっぱ明日少しでもよく見てほしいので今日は着圧ソックスをいっぱい履いて、パックをして寝ようと思います、で今日は塩分を取らないで寝ようと思います。どうしてもお腹空いたら追い越すを食べようと思います。最後の1個追い越す、最後の1個っていうかこの間買った最後の1個追い越す。かわねパパさんありがとう、あつしさんありがとう、なぎちゃんありがとう、ハート、ありがとうございます。こんにちは、やっほー、メリクリ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 スマス。ドゥ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 、やっほー、明日頑張って、ありがとうございます。ちょっとね、前みたいにね、四国とピンマイカーの立ち位置がね混ざってごしゃってなってうわっとかやらかさないように頑張ろうと思います。本当に脳内がもう四国やるまでの脳内が一番あれだよね。四国とピンマイカーどっちも覚えとかなきゃって気持ちで、もう四国の公演終わったらもう四国一回プンって脳からプンってどっかにやってピンマイカーをこうやって思い出してこないかんけど、そうだから僕隊で違うポジションやった子たちマジで天才だと思う。本当に私はまだ課外活動だからそんなに曲数がないからそんなに大変じゃないんだけど、僕の太陽公演はさがっつりがっつり公演だからさ、だからすごいなと思った。なんか自分のポジもあるのに他の子のポジも覚えて、違うこの日はこっちのポジ、この日はこっちのポジとか、そうめっちゃうぜ。いや定点カメラで見られる怖いですね、怖い。明日って野外なの、違う、船だよ、船だよ、ちゃんと来てね、宇治な船だよそう間違えてしゃがんだりしないように、本当にそれです。本当にもう前のやつはもうね脳がパンクしたよね。けどうん、いやもうね、まあ楽しむことが一番ですけど、はいそう、アスパラさんハートありがとうございます、ハート、やっほ、明日4列目すごい近いじゃん、もうなんか隠れて見に来るみたいに言ってましたね。待ってます、アスパラさんハートありがとう、こんにちはってめっちゃ絶対さ定型文じゃん。マリーナホップですか、ちょっと違う、ちょっとそれは結構前結構前にあったやつマリーナホップさんでも楽しかったけどね、もう一回あそこでもやりたいけどね。いや寒いですね、みんなが、あでも車だから大丈夫かドライブインライブまた先輩たちがやってたから私たちもやりたいけどね。10列目お待ってます、なんか10ぐらいまでは絶対見えると思うんだけどね。トトトトトト、間違えてクアトロ行きそう、明日は違うから、みんな明日船だからちゃんと宇品港まで来てください。皆さんすごい光が照ってきた、顔がピカンってなってる、すごい光が照ってる今、サンタクロースのもう輝いてる、ね、お6列目5列目すごいじゃんみんな、えすごめっちゃ見つけやすそう、楽しみ、早く行きたいね明日。でも今日は今日のレッスンを頑張らないと、まずは、楽しみみんな、えすごくない4列目7列目すごくない、なんかみんなすごくない、席めっちゃいいんですね、運が。朝ライブってマジですよ、マジだよマジだよ。でも君は四国にもピンマイカーにも来ないもんね、糸ちゃんだもんね来てほしいのにな。いや四国ピンマイカーよろしくお願いしますみんな。しかもあれだね、何気初じゃない、あの先輩方と一緒に、何先輩方の前にあるやつじゃなくて明日は2期だけのイベントっていうのが何気に初な気がして楽しみです、ウキウキしております。
皆さん楽しみですね。おお、今晩から車で広島に向かう。お、気をつけてやってきてください。はい、いつか見に来ます。ぜひぜひ、いつか。もう来年ももう日程あるしね、僕隊もあるし、ぜひ見に来てください。ぜひぜひ。お、オオカミさんハートありがとうございます。キュンです。ぜひ、あ、配信で見守ります。ぜひ、配信もあるのでね、見に来れない方は配信も。お話からコスプレできないので、おすすめはただ単に私のおすすめ日です。ぜひ。2期生はコスプレできないのと、髪の毛はずっとおろしじゃないといけないので、洋服で遊ぶしかないね。いろんな柄とか形とかの洋服で遊ぶしかないんですが、ぜひ。お話し会の申し込みもね、残り、今日は残り39分となっておりますので、ぜひ待ってます。そう、待ってます皆さん。ピッピン。そう、何回でも会いに行きます。ぜひ待ってます皆さん。待ってる待ってるよ。僕隊当たったら会えるかな。じゃあ当ててね。当ててね、待ってるからね。待ってますよ皆さん。ね、早くちょっと髪型ちょっと制限解除だったら嬉しいなって思うんだけど、6枚目からは。けどどうだろうねって感じで。この申し込み全体っていつまで。なんか私のね、ショールームプロフィール欄に書いてる。見てください。ちょっと、でもめっちゃ細かく刻まれてるんだよね、日付が。だから今日の1時に終わっても、またその二次受付が多分すぐ6時ぐらいからとか始まるんじゃないかな、もしかしてって感じだと思うんですけど、ぜひ。まあね、今日の1回目の1時申し込みは今日の1時までだよ、111。だからぜひね、1回目最初スタートダッシュって大事なのでね、ぜひ皆さん待ってます。ロクスのお話し会待ってます。ミオリと会ったら感動で涙止まらなそう。涙が止まらない。待ってます。ぜひぜひ来てください皆さん。そう、1時だけに1時、そう、1時申し込み、日程 A の1時申し込みの1回目の1時申し込みが1時までです皆さん。この配信は30分に終わるので、30分余裕があります。待ってます、ぜひ。今回はちゃんと姿見せます。ぜひ見せてください。ぜひぜひ。憧れの人はいますか。これ定型文かな。憧れの人、みちゅさん。歌もダンスも全部できる。顔も可愛い。こんにちは、やっほー、いらっしゃい。ミオリ、おはよう、おはよう。遅よ遅よ。やっほー。ちゃんと宣伝して配信後に申し込み時間残しておくの偉い。数学得意になったかな私。たまたまでしたね。ぜひぜひ皆さん待ってます。単押しなので1時から申し込みますですね。単押しですよね。待ってます。待ってますよ皆さん。また新しい方々に会えるかもしれないっていうのが楽しみですね。なんか5枚目の申し込みが終わっちゃった後から結構配信を見に来てくれてる方とか、メール取ってくれてる方とかいるからさ、だから楽しみじゃみんな。ルンルンルン、楽しみに待ってます。メリークリスマス、メリークリスマス、いらっしゃい、やっほー。そう、楽しなんでミオリしか申し込んでないはずはず。ミオリだけですよね、楽しだからね。みんな待ってます。こんにちは、いらっしゃい、やっほー、こんにちは。そうですね、完売、前回は完売が一応最後には出たのかな、一個だけど待ってます。ぜひぜひ。単押しなので誰を何枚取ろうか迷ってます。ん？ん？何を言ってるのかな。
缶バッジって重こいの？缶バッジ？なんだろう。なんだ？なんだろう。どれだ？なんだろう。缶バッジ。あ、もらいました、もらいました。昨日か。昨日のケンタッキーじゃないわ。昨日のあの、昨日差し入れでいただいたお菓子、クリスマスツリーの形のお菓子の横に重こいの何缶バッジがあった。もらいました。あります。そうなるよ。完売でオンラインサイン会、あ、感謝枠がね、そう完売とか、かんなんかいろいろあったら感謝枠とかいろいろ他のイベントも増えるので、ぜひよろしくお願いします。ありがとう、みんな本当に頼みますっていうか、無理はしないでください。生きててください、みんな。ぜひ無事に生きててくださいね。はい、というわけで27分になったということで、ランキングを読んでいきたいと思います。ありがとう、友達も撮ってくれたって見えた、ありがとう。では22位のみほりん賞からいきます。22位はよしさん、そして13位オオカミさん、12位ユナイテッドさん、11位ももたんさん、10位レモンケーキさん、9位リーツさん、8位ドーグラスさん、7位バンジャラモンスターさん、6位オロチャットレッスンファイトいってらっしゃいさん、ありがとう、頑張ります。5位アツシさん、4位チョコミントリスさん、3位寝てるアット平日お昼みほりん美人さん、ありがとう、レッスン頑張ってねさん、ありがとう。2位大地さん、そして1位はドゥルルドゥン、くまねパパとメリークリスマスさんでした。ありがとうございます。メリークリスマス、クリスマス本番ですね。皆さんぜひぜひ今日という日を楽しんでください。私は体を動かして明日のために自分磨きも頑張ろうと思います。というわけで配信はここまでですが、メールは今日いっぱい一日中送れるので待っててください。それでは最後にじゃんけんしております。最初はグー、じゃんけんチョキー、ありがとう。じゃあまたねー。